この動画では汚い言葉が多用されます。心臓の弱い方は注意してご覧ください。お世話になります。ひとりでございます。メタモンとポケモン育成には必須だと思うんですが、 S0 A0 個体や 6V の個体って入手が非常に面倒ですよね。私は S0 個体を1回動画の企画で手に入れたんですが、その時は価値が分からずマジカル効果に出してしまいました。動画のコメントで気づきまして、気づいた頃にはもういなかったです。ということで今回ポケモンホームの GTS でメタモン100匹をゲットして、どれくらい A0、S0 や 6V 個体が手に入るか検証していきたいと思います。まず GTS をするためには交換要因が必要ですよね。これが意外と難しくて、私はいろいろなポケモンで検証しましたが、割と抜け人がすぐ交換できたので、抜け人を100匹集めたいと思います。ちなみに 2,30 匹交換した時点でメタモンの 6V 個体は無理でしたが、 A0、S0 個体は簡単に手に入っちゃったんですよね。ただあまり他の個体値が良くなかったので、今回またね交換しまくろうと思ったんですよね。はい、じゃあ私はもう一つのソフトで育成のために常に抜け人の前でレポート書いた状態ですので、抜け人レードをやっていきましょう。こんな感じでね、もう一瞬で終わるので、ですので量産しやすいっていうことになってますね。しかも経験はねちゃんともらえますので、こんな感じでひたすらこいつをねゲットしていきたいと思います。よし、ようやく終わりましたね。5、6時間ぐらいかかっちゃいましたかね。これで抜けに1ボックス分、これ30匹ですね。30匹で90匹。で、これで、1、2、3、4、5、6、7、8、90っていう感じで10匹いますので、合計100匹ちょうど揃いました。とりあえずまずは抜け人をポケモンホームに送っていきましょう。はい、じゃあこれ持ってきますよ。全部範囲選択してと、これを一気に引っ越し。気持ち悪い。気持ち悪い。お前らは交換要員でございますと、選択してと、こんな感じでいきまして、全部こっちですね、やって OK を引っ越し完了と、これで記録して終わる。はい、じゃあポケモンホームにて見てみますと、ちゃんといますね抜け人。気持ち悪い。気持ち悪い。これバグかっていうぐらいめちゃくちゃたくさんいますね、ちゃんと。これが全部交換されたらもう OK ということですね。いなくなるまでひたすら GTS やっていきたいと思います。GTS はこんな感じでございまして、ここで押して、だいたい私何回かやったんですけど、5分ぐらいでね、だいたいね、交換できたイメージがありますんで、こんな感じで、それでメタモンを選択していきます。メタモンと、メタモンを設定して、預けていきますと。これでまたしばらく待ちましょう。多分ね、すぐ交換されると思います。ようやく1体目交換されましたね。だいたい15分ぐらいかかっちゃいましたね。だいたい私ちょっと試した時にはもう5、6分でね交換できたのに、ちょっと時間帯によっては結構時間かかりそうな感じですね。まあ、とりあえずこのままね、メタモン、量産していきたいと思います。よし、これでようやくラストです。やっとだよ。これめちゃくちゃ時間かかりましたね。2日ぐらいかかっちゃいましたね時間。はい、どうもこんにちは。どうも遅いよ。はい、ということでこの通り GTS 空になりまして、実際見てみますと、こっちのポケモンの方でね見てみますと、ちゃんと抜けにいない状態になっておりまして、全部ねメタモンですね。うわ、すごい。これもうまたバグみたいになって気持ち悪いっすね。気持ち悪いっすね。これちょっとね、このポケモンホームで個体値見るとちょっと見にくいかと思いますので、剣盾の方に移して個体値確認していきたいと思います。はい、ということでね、こんな感じでメタモン揃ってますね、ちゃんと。これ気持ちいいっすね。一気に移動できるの。うわ、気持ち悪いし、相変わらず。気持ち悪いし、相変わらず。で、はい、こっち行って。はい、ここ移動してと。一気に。いやー、やっぱ一気に移動できるの気持ちいいっすね。はい、ここで。はい、ラスト10匹。これでちゃんと揃いましたね。なので、これで剣盾で見ていきましょうか。はい、こんな感じでメタモン100匹揃ってますね。個体値は皆さんお分かりの通り右側に出ますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。抜け人も含めると合計3日くらいかけてようやくゲットしたメタモン100連ガチャいきたいと思います。それでは一発目、ゴー。うん、微妙。なんだこれ。微妙すぎるよ。V すらないし、ダメかももないという非常に微妙な感じ。まあ、サクサク行きましょう。はい、次。おー、素早さ S0 いきなり来た。2匹目がもう S0 じゃん。最強だろ。まあ、でも他の個体値がまあ正直言って、ダメっすね。ただもう1匹目で。これはやばくないっすか。はい、じゃあ次。おー、まあ 3V だけど、3V でもよく見えちゃいますね。今の2つ見てると。はい、じゃあ次。うわ、これ微妙。全然ダメだ。お、これ 4V ですね。全然まあ、これもまあまあまあっていう感じですかね。はい、次。うん、これも微妙だな。はい、じゃあ次下行きましょうか、そのまま。はい、これも 4V だ。うわ、なんか微妙。まあダメっすね、これ。はい、これもダメ。全然何の特徴もない。はい、次。まあ、良くないっすね。おー、4V。これもダメか。じゃあ次。一番ひどいかな、これ今までの中で。はい、次。まあ、
特徴がないっていう感じですね。あ、これもう全然ダメだ。鈍いなって逆に珍しくないか。はい、次。3倍ダメだ。はい、これ4倍で別に特徴がない。はい、次。ダメですね。なんだこれ。なんだこの特徴がない答えが意外と多い。うわ、なんだこれ。まあまあが5個あって、10マーじゃん、これ。はい、これも4倍。はい、次。うわ、これもひどい。はい、次。これもひどい。じゃあ次。うわ、これもひどい。次。おー、素早さ0。来ましたね。ただ他の個体値が別にそんなすげーいいってわけじゃないですね。フランスさん、おしゃれですね。じゃあ次。全然良くないですね。次。いないよりはマシっていう感じですかね。特攻ダメかもっていうのは。あー、次。もう全然ダメです。はい、じゃあ次。うわー、全然ダメ。すぐこれなんで攻撃とか防御とかさ、赤色と青色ついてないのこれ。どういうこと？どういうことだ？真面目な性格でしょ？普通赤色と青色あんじゃん。それがないっすよね、これ。どうしてだろう。じゃあ次行こう。全然良くないですね。次、4V ですね。はい、次。全然いい点がないね。次行きたいと思います。ここからまた31匹目から行きましょう。はい、全然ダメだよ。うわ、これもひどい。まあまあが5個だから、10万みたいなやつですね。はい、またひどいぞ、これ。あ、これ、全然良くはないですね。はい、次、4V。はい、次。あー、もう全然ダメ。うわ、すげえ来た。出た。6マーマー。通称12マー来ました。あー、ダメだね。うわ、まただ。10マーだ。はい、これもダメ。あ、4V。あ、来た来た。A0来ましたね。A0来たけど、他の個体値が全然ダメっすね。ひどいな。まあ、一応、これで S0 と A0 は、とりあえずね、ゲットしました。あと 6V ですね、目指すは。はい、次。ダメだね。はい、次。まただ。はい、次もまた 4V と。うわ、また 4V じゃん。じゃあ次。あー、もう全然ダメだ。次。全然来ない。次。全然ダメ。はい、次。あ、素早さ0来ました。ただ、他あんま別に良くはないっすね。はい、じゃあ次。あー、ダメ。はい、次。くそ。次。あ、また S0 来ましたね。すごい。結構来ますね、S0 は。ただ他の個体値が、軒並みダメっすね。次。あー、次。あー、じゃあ次。あー、ダメ。じゃあ次。全体的にダメだな。はい、次。待って。全然来ない。はい、じゃあ次。うわ、マジかよー。全然ダメじゃん。ちょっと待って。ここの段階で全然いないっすよ。じゃあ61匹目から行きましょうか、また。はい。あー、4倍。はい、次。あー、もうダメ。来い。ダメ。もうひどい。イタリアのやつ。おい。イタリアコロナ頑張れ。世界中が一つになって戦おう。次。あ、S0 来たけど、全然他の個体値がクソ。軒並みクソ。かなりいいわ、クソっていう風に言い換えてもいいぐらいですよね。はい、次。せめて 5V 来よ。うわ、ダメ。クソ。はい、次、クソ。はい、次、クソ。うわー、4V、ダメだね。はい、クソ。はい、クソ。あー、4V、もう、やだ。はい、次、クソ。はい、次、クソ。クソ、クソ。本当にダメ。あー、もうダメ。クソ、クソ、クソ、クソ。そう。あ、A0 来たけど、なんで他のやつが弱いのこんなにも。じゃあ次行こう。そう、そう。4V だけどそう。あ、来たよ。5マーマー。おい、10マーじゃん。はい、これ、特攻ダメかも。まあ、これは、でもどっかに使い道ありますよね。まあ、とりあえずいいですわ。じゃあラスト10匹行こっか、これ。5V すら1体もいないっていう状況で、残り10体で奇跡を起こしましょう、みんなさんで。じゃあ行きますよ。来い！おい、クソじゃん。カス、ゴミ、クズ、ドブ、アホ、虫ケラ、ファッキュー、ウジ虫。はぁ？おい、キプリ野郎じゃん、はっきり言って。マジかよ、ひでえな、これ。マジかよ、これ3日かけて集めたのに、本当に全然いいやついなかったわ。これ、本当にそうでした。じゃ、一応これ集計しましょうか。はい、揃えてみました。上側のこの 1,2,3,4,5 体が S0 で、この下の2体が A0 っていう感じですかね。まあ、とりあえずゲットできたんでいいですけど、感想としては本当に時間の無駄だったって思います。ということで一応検証結果、メタモン100匹 GTS でゲットしたら、S0 個体が5匹、A0 個体が2匹、6V は愚か 5V すら出ないでございました。冒頭でも言ったんですけど、この検証の前にね、試しにね、交換した時の方がいい答え出たんで、本当にそういう意味で実況者としてももう最悪でした。まあ今回この検証で思ったのが、ガチでコンチキショー。